はい、こんにちは。こんにちは。今週のカープトークはですね、はい、ここに今段ボールがいろいろ並んでますけど、はい、コーダ製品のちょっと新製品含みいろいろ入ってきたので、はい、ちょっと開封の儀を、はいはい、行いたいと思います、はい。で、まあちょっと今回こんなもん入荷したよとか、うん、そんな内容も含めてですね、やっていきましょう。はい。はい。まず、はい、今回大物、ちょっと入ってきましたけども。うんうん、かなりでかいですね。まあちょっとここに一部並べて、ディスプレイしてるわけなんですけど、はい、大きいところで言うと、コーダの新しいウェイスリング、はい、2色展開のものが両方入ってきてると、はい。あとはこの予想よりも大きかった、このハイブリッドマット。多分ね、今回の送料、うん、ちょっと思ったよりも高くなってしまったんですけど、うん、大部分がこのマット。まあ、パッと見そうっすよね。いや、あのね、なんでこんなに高いのかなと思ったら、うん、届いてみたらですね、ちょっとやっぱ梱包が思ったよりも、大きいので、まあこれね、中身どんな感じかというのを、はい、まあ、あのオンラインストアでももちろん写真とか、うん、あのアップするんですけど、ちょっとそれだけだとね、うん、分かりづらいかもしれないので、サイズ感ですよね。はい、はい、まあ、こんな感じですよっていうのをじゃあやっていきましょう、はい。じゃあまずちょっとこのスリングからちょっと出していきますかね。はい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 。この外箱から取ると、はあ、やっぱりね、こんな感じでいい質感の、うん、箱ですね。はい、これコーダのやつとか、まあ、あとトラッカーもそうなんですけど、うん、ちょっとアップル製品に近いような、うんうん、こういう箱の感じとか、はい、まあ、これだけでももう何でしょう、購買意欲をそそられるというかね、そんな感じなんですけど、まあ、こっちはグリーンの方ですかね。そうですね、うん、ちょっとこれをね出していきましょう。オリーブですね。はい、シャーッとね、はい、じゃじゃん、はい、こんな感じですね。まあ袋がナイロンのバッグがついていて、ドローコード付きと、でこう引っ張り出してじゃーんと登場します。はい、はい、来た。てってってってん、はい、こんな感じですね、うん、かっこいい、うん、これ竹さんいいですよね。ね、まあ、この両側にねこういうハンドルもついてまして、うん、でかなりメッシュ柔らかい感じですね、うん、カープサック的な、うん、サック寄りな素材ですね、ですね、うん、でまあ今回のコーダのスリングは前回あのベーシックスかなんかで出てたんですよ、スリングが、うん、であっちはここがもうピタッとこう、うん、くっつくぐらいの感じのまっすぐないタイプですね、はい、で今回のこのスリングはこの安心の幅広タイプ、うん、でまあここら辺にねちゃんとあの接続あのジップですよね、うん、間違って開かないようにここまでジップを持ってきてここにパチッと引っ掛けてやる、こういうクリップがついているのと、あとはなんといってもタケさん、このそれなんですよね、コーダショップ、うん、この色、うん、はい、このスリングをつなぐコードですね、うん、これがもうこのコーダカラーというこの蛍光グリーン、そう、バンクスティックのこれあれじゃないですか、うん、ネジ付きなので、うん、こうくるくるとしっかりねじ込ん でバンクスティックを陸に刺しておくということで、うん、スリングがこう予期せぬね、うん、こうどっかに流れていったとか、はいはい、そういうことを防ぐ、でこのコードのポケットもしっかりついていますね、うん、まあ本当これ見ていただくと分かる通り質感もかなりうん、いい感じで、でまあ中も広いですし、そうです ねこれはもう長さが116センチ、うんうんうん、なのでダッチも入りますね。そうですね、うん、まあ、かなり大型のコイでもしっかり入りますし、あとちょっと細かいところなんですけど、これがマーカーになっていて、あ、夜間、夜間こうライトを照らした時とかにこれが光って、場所が分かりやすいと、はいはい、いうような感じ、うん、やっぱりどうですか武さん、これいいなと。いや、買いですね、うん、まあこれ今オリーブ出して、ね、
カモフラもあるんですけど、ちょっと見比べてみましょうかね、そうですね、せっかくだから。ブラックカモ、うん、これケースもちょっと防水っていうか、ほんとだ、裏側いいですね、この箱良さそうですよ、うん、そのまま使えるんじゃないですかこのままいけそうな感じ。ああ、それはいいわ、ね、さあ、ちょっとね、この皆さん好みなんかもあるかとは思うんです。あ、タケさん、こっちは袋からもうカモフラですね。ああ、こんな感じ。ちょっともしかしたらスマホの画面とかだと袋柄とか見づらいかもわかりませんが、うん、はい、こっちはこんな感じですね、うん、カモフラ柄がかなり強調されております。ダーク感、うん、両方比べるとこんな感じ。基本仕様は全部一緒ですね、うん、そのマーカーがついていたり、コーダカラーのコードがついていたり、素材もですね、色が違うっていうところで、うん、一緒ですね、うん、一緒ですね。まあ、これカラーは2パターンで、まあ、お好みでっていうことになると思うんですけど、タケ、うん、さんはどっちが好みですか？俺基本的にカーブ用品で迷彩って持ってないんですよ、うん、ああ確かにそうかもしれませんね。なので、うん、基本まあこっちでしょうね、オリーブの方、オリーブ、うん、まあ、どちらもかっこいいですねこれね、うん、ちょっと迷っちゃうような感じになってますね、うん、いや、 やっぱりこれは、うん、買いでしょうね、うん、これは絶対いいですね、うん、まあ、ちょっと他のメーカーのスリングに比べると少し値段は張りますけども、うん、ただ物としてはかなり上質な感じ、うん、まあそれはちょっとこれは高いだろうなっていうようなね、うん、そんな感じ。やっぱりこっちもしっかり裏の加工されてますね。この裏側の加工は嬉しいな。この純正でついてくるナイロンバッグって、うん、やっぱりどうしても水が染みてしまう、うん、かなり。そうですよね、ですから前田、まあ、もう今在庫ないですけども、リテンションスティンクバッグとかね、うんうんうん、ああいうのやっぱりすごい人気商品でしたし、うん、まあ、僕らも使ってますよね、うん、それは必要なさそうな、うん、機体はねえ、なんかもしかしたら必要ないかもしれませんね、うん、これね、ある程度半乾きしとけば多分染みないんじゃないですか、ね、うん、このケースで十分そうな感じがします、いや、これはいい、素晴らしい、まあ、ここ近年のコーダ製品の嬉しいポイントの一つ、はい、このどの製品にもこういうのが入ってるじゃないですか、はい、これがですね、今はもう必ず ね、日本語の、はい、まあ、説明書じゃないんですけど、ちょっとしたその商品の解説、まあ、こういうのとかもね、もしかしたらこうちょっとコレクションしてるような方もいるんじゃないかなと思うんですけど、これ嬉しいですよね。そうですね、まあ、英語をペラペラ喋れる人は別として、うん、やっぱ大多数の人がこの英文の文章を、うん、まあ、翻訳アプリとか、はい、あの Google カメラとか、うん、いろんなものを使って、あ、こういうふうに書いてあるんだっていうのを見られるかと思うんですけど、これはもう、しかも割とちゃんとした日本語なんですよ、はいはいはい、うん、これは嬉しいポイントの一つ、うん、そしてマット、じゃあこれちょっと開けてみましょうか、はい、これ届いた時に、うん、1箱に2つ入ってんのかなみたいな、そうですね、うん、そんな感じにも思いましたよね、うんうん、でも箱、まあ、向こうにもまだあるんですけど、はい、箱の数を確認してみると、うん、うん、頼んだ数量の箱が来てるねということで、まぁ、あ、ちょっとこの中身どうなってるのかなというところなんで、これはですね、コーダのハイブリッドマットっていう製品で、事前にいろいろコーダさんのホームページなんかで調べてみるところ、かなり高品質な、マット、まさにアンフッキングマットの最高峰、トゥルースリーパーですね。もしかしたらそんな感じですね、うん、まあ人間のねマットで言えば、トゥルースリーパー
ぐらいの感じなのかなと、まあトゥルースリーパーがその人間のマットでいう最高峰かどうかは分かんないですけど、まあそれも分かんないですけど使ったこともねえしということで、ね、はい、あやっぱり、1個入ってますね。おお、うん、かなり、ほらじゃーん、でかいでかい。じゃあちょっとダッシュいきますか。はい、これも二色展開なんですよね。そうですね、ただ今回はちょっとダークカモの方がアウトオブストックっていうことで、はい、こちらのオリーブのみの入荷になります。はいはい、結構大きいですよこれ。サイズはここには書いてないですね。説明書、展開サイズ、125cm×85cm、うん、厚みがなんと 14cm。 ああかなりの、じゃあ、やっぱりちょっと触った感じなんですけどやっぱこうちょっとトゥルースリーパーというかそうですね、中にこうそういうマットが何か入ってるような感じがします。はい、125cm っていうことは、つい先日の話題になった124のコイン、はい、まあ乗りますね、乗りますね、うん、まあこれ、大きいのを狙ってる人すごくいいんじゃないかな、うん、で27キロまでの魚に最適と。最適、ええ、あじゃあまあ大体カバーできるって感じですね。ね、はい、でこの、今折りたたんであるんですけど、うん、3箇所で、止めてあると、うん、で基本的にこう何でしょう、半分にこうパタリと折れるような感じではないですね。丸くなって。そうですね、はい、でこれをじゃあ外していってみましょうか。はい、どっちが上なんでしょうね。多分こうですね。おいしょ、はい、はい、こんな感じの、あビーズクッションも入ってますね、これね。あの、じゃあ真ん中が、こう、くぼむような、うん。そうですね。あ、なるほど。これはいいですよ。あの、完全なフラットだと、どうしても、ほんのわずかな傾斜がついただけで、魚が滑ってったりするじゃないですか。これ真ん中くぼんでることによって、多少の傾斜であれば、それをカバーしてくれますね、これね。魚の重みもさらに加わって、真ん中に置いてあげれば、うん、しっかりスッと沈んで、まさに夢見心地でしょうね、うん、で多少水もこう、溜まりますもんね。そうですね、この感じだと少し水溜まって、コーダのホームページの写真なんか見た時にも、やっぱ魚がいて、ちょっと水がこうファーって少し溜まってるような感じだったんですよ、多分そういう感じにじゃあ作られてるんですね。あ、これはいいわ。で、ここにカープケアキット、薬ですね、はい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 、あれを収納するためのポケットがついていると、うん、いやこれ、まあサイズ感結構ね、この通り大きいですけども、うんうん、かなりものとしては、あ、で、このペグを止めるところもついてます、リング、ね、四隅についてますね、ついてますね、うん、ここ、何ですか。チャックがついてましたね。あ、なるほど。これは開けてみましょう。はい、では。あ、おお、ホームが見えますね。うん、これはこう、あ、もうね、あの中に、ちょっと倒しましょう。はい、トゥルースリーパーがまさに入っているような状態。あ、これかなり分厚いフォームですね。そうですね、うん、あ、で、ビーズのビーズかな、うん、あー、ビーズクッションの部分がですね、やっぱり真ん中空いてます。空いてますね。あ、うん、じゃあもう空いてます、うん、これはあれですね、多分フォームに水が入っていかないように、うん、特殊な、なんかビニール、うん、かなり分厚いビニールですね。なるほど。じゃあ、あ、中にじゃあ少し多少水が染み込んだとしても、うん、フォームの方までは
濡れないよと、ええ、そうすることによって速乾性とかあとフォームが水を吸い込むことによって発生するあの何とも言えない重さ、うんうん、乾かないイラつき、はい、それが、これによって解消される、うん、プラスプラスこのビニールに穴が開いた場合、うんうん、補修もできる。あ、そうですね、こっから開けられるんだから、うん、補修することも視野に入れておけると、うん、今までのマットだったら無理ですからね。無理です ね。こういうふうに開けてね、中身に入れるっていうのなかったので、うん、あ、これは画期的だわ、うんうん、そのためのチャックっすね。そうですね、うん、あ、そうだ、やっぱりコーダの製品は考えられてるな、うん、で、折りたたむときはこんな感じ、最初にタッチにして、うん、で、両脇をトラップで締めてあげる、締めて、うん、はい、こんな感じですね、収納。まあちょっと、やっぱ大きいので、うん、誰でも彼でもこれいいぜっていう感じではないかもしれないですけど、うん、まあ収納のスペースであったりとか、うん、多少作れるよっていうような方には、うん、まあこれまさにマットをこれ最高峰じゃないですか今のところでしょうね、うん、これはちょっといろんな意味で考えて作られてるので、これはいいな。ただこれ結構厚みあるから、はい、収納してで車に積んでますと、うん、まあハイエースとか、うん、だとしたら、うん、座布団にもなるんじゃないですか。ああ、なりますね、多分、はい、かなり座り心地いいんじゃないですか、はい、うん、釣り場でも多分クッションになると思うんですよね、うん、なりますね、はい、まあ匂いのケアは必要になるかもしれませんけどもね、まあ上田必須でですね、上田入ってるやね、全然気にならないけど、うん、いやこれはちょっとあの僕実はマット今使ってたやつがダメになってしまってるんで、うん、まあ、これいきます、はい、砂田さんのマットはだいぶ重量級になりましたね、重すぎてとてもじゃないですけど水抜けないしいつまでたってもあれも多分ちょっとダメなんで、うん、これちょっと、次から使っていこうかなと思います。はい、はい、よいしょ。じゃあ竹さん、はい、あと他の入荷のものなんかもですね、ちょこちょこっと少し紹介していきましょう。まずはじゃあ重要なところで、はい、ここですか。はい、行きましょう。あ、これね、はい、はい、フックです。ロングシャンクビークド、新しいタイプのロングシャンク、これあの針先がですね、こうヒュイッと、少し曲がってる、うん、従来の、ロングシャンクはもう完全にストレートの針先だったんですけども、こっちは少し針先が内側に曲がりが入ってると。あとは愛の部分も角ってこう、うん、角度っていうね、そうね、今までのロングシャンクって少し愛を曲げてあげないとなぐらいの角度だったと思うんですけど、うんうん、この新しいビークドの方は、かなりアイも内側を向いてるので、うん、いろんなリグに使うのにいいですね。これ いい角度じゃないですか。そうですね、うん、前回これ入ってくんのかなっつって、そう前回ね、うん、入ってこなかったんで、うん、非常に良さそうな、うんうん、これはちょっと気になりますね、うん、まあ、あのロングシャンク好きな方結構いらっしゃると思うんで、うん、まあ、もしかしたらね、もう向こうのコーダのインスタとかでチェックしてるような人は、いやビークド入んねえかなっていう方もいらっしゃったと思うので、うん、はい、まあ、今回ついに入荷しましたからね、うん、ぜひお試しください、うん、はい、ただ、うん、これは6個、いやもっとあるんですね、うん、多分中にね埋もれてると思うんですよ。ですね、ええ、安心しました、はい、言っても、ええ、そんなにあのない、ええ、そこまで数ないんで、ああじゃあ、ええ、早い者勝ちですね、ええ、早い者勝ちになります、はい、次には、うん、まあ、あのこれですか、はい、あ、もう人気商品、はい、ブームチューブですね、うん、はい、これも、毎回入荷すると割と早めになくなってしまうので、こちらも、まあ、スピナーリグとかね、はじめとするブーム使うリグ愛用してる方には、まあ、必須アイテムというような形になりますね。まあ、あとリグパーツ関係とか、在庫がなくなってたものを補充して、これも、うん、あ、収納です、はい、リーダーセーフ
の、ラージの方ですね。これのタックルボックスにぴったりと収まる。これも人気商品の一つ。アンチタングルスリーブがありますね。うん、あ、アンチタングルスリーブが長いことね、売り切れて、これ欲しかった方たくさんいらっしゃると思います。店頭でもね、アンチタングルスリーブコーダのやつ、ま、ないんですかっていうのがね、多かった。これ結構数入ってきてます。はい、アンチタングルスリーブはウィードとグラベル、はい、各色ですね、入ってますので、うん、ご安心くださいって言ったところですね。うん、ただこれも人気じゃないですか。ああ、人気人気、はい、ベイトスクリュースイベル、これも入荷するとね、すぐ売り切れてしまうんで、うん、これも結構、まあ、お早めにっていうところですね、はい、これも結構ね、数は入ってるんですよ。うん、数は入ってるけど、ただこれ毎回結構入れてるんですけど、やっぱり売り切れてしまうんでね、うん、シュリンクチューブの XL、うん、XL も、今回入ってるね、非常に欲しかった、うん、まあ、ちょっと武さんが欲しかったというのもありね、入ってます。じゃあこれいいですか。来ましたね、楽しみにしてたやつ、ズドン、じゃーん、バナフィーのグー、いや、これは本当に前回もね、欲しくて、入ってきて欲しかったんですけど、うん、まあ、前回入らず、そうですね、で今回ようやく入ってきました。どんどん、うん、これをちょっとどうでしょうね、やっぱりチョコクラのポップアップとか、うん、そういうのでちょっと、はい、うん、使ってみたいんですけど、じゃあタケさん、匂いのチェックを、はい、すいません、今風邪気味ですからね、はい、うん、うん、あの甘い匂いにちょっとバナナっぽい匂いもして、はい、なんでしょうね、クリーミーな、あー、やっぱバナナミルクみたいな感じですか。うん、うん、ずっと感じられますね。ああ、でしょうね。これだったら手にいくらついてもね、関係ないです。これはいい。いや、ようやくでも入りましたね。ね、うん、楽しみだったやつが。うん、いや、よかった。あとは、PVA の。あ、これも在庫がね、なくて、困ってたんですけども、PVA のメッシュ、パネルウェブシステムですね。こちらも入っています。うん、多分ニードルも今回全種類入ってきてるんじゃないですかね、はい、多分今コーダのニードルがほとんどの種類が売り切れてしまってたので、うんうん、ありますね、おそらく全種類入ってきてるかなっていうところですね。Dキッカーもかなり、はい、ありますね、うん、Dキッカーがいつものグリーンのやつも入ってるんですけど、はい、なんかあのブラウンのやつが新しく出たっていうこと で今回あのラージサイズがグリーンがアウトオブストックっていうこと で、はい、で代わりにブラウンはどうみたいな案内が最初にありまして、でじゃあグリーンないならブラウンでっていう形で撮ったんですけども、結構いい色じゃないですか、なんかね、こっちの方が逆にいいんじゃないかなみたいな感じもしますね、うんうん、で残念なことに今回マイクロリングスイベル、うん、あれがちょっと入らなかったので、まあ、またちょっとそれは次回と、はい、
いうような形ですね。ただスピナーリング関係ですとか、うん、まあ今不足しているようなリブパーツ、はい、その辺は割と入ってるかと思うんですけど、うん、あと、もう多分在庫ラス1になっちゃってたベイトフロスとかね、はい、そういうのも入ってると思います。完成リングとかもありますね。そうです ね、完成リグがスピナーリグと、あとスピナーフックセクション、そんなところがそうですね。これね、今あの6番の方がまだ在庫があったんですけど、やっぱりこれも4番からなくなっていくので、うん、今回4番の再入荷というような形ですね。4番、うん、まあ今なんつうの、無作為に撮ってる感じなのでよくわかんないですけどねこのマットの段ボールに隠れてですね、後ろに小さい段ボールがたくさん置いてあります。4番、うん、これも人気商品ですね。ですね、うん、この辺の完成リグっていうのはもうパックから開けたらすぐ使えますんで、うん、ちょっと自分で作るのはなっていうような方にはね、非常におすすめになってきます。今回パテは、パテがね、残念ながらまたアウトオブストック なので、パテお急ぎの方はですね、もうないよっていう方は、オンラインストアの方にカープロードのタングステンパテというものが一応置いてありますので、まだもうちょっと在庫ありますので、ね、そちらを使っていただくと、はい、まあコーダのパテの方もですね、またいずれ入ってはくると思うので、はい、ちょっとその辺はまた後ほどっていう形ですね。はい、いやなんかあれですね、店内が英国の香りが漂いませんか。まあちょっと今鼻若干詰まってますけどはい、でも大体こう分かります、あの、竹さんの言いたいことは、何かこう入荷すると、うん、なんかその時の匂いってありますよね、これはね店内に充満するんですけども、うん、まあ嫌な匂いではないし、うん、なんか商品来たなっていう、うん、そんな感じになりますけど、でなんとなく段ボールの匂いも、うん、なんか日本のやつと違うんですよね、うん、なんか違うっすよね、違うんですよ、うんうん、まあ何なんでしょうね、まあ、向こうの匂いなのかな、うん、多分イギリスの匂いはこんなんなんじゃないですか、うん、かもしれませんで、まあ、あとインフューザーのね、ちょっとラージサイズだけなんですけど、はいはいはい、今回スモールがちょっと入ってこなかったんですけど、インフューザーも、たくさん入ってきております。動画で見る人はこんな感じで来るんだっていうパッケージですよね、うん、そうかもしれませんね、うんうん、こんな感じでワンクールワンセットなんですかこれの、まあ一口6個入りで、ねっていう形とかで来ます、はい、うん、それなんですか。これはマーカーステム、ね、ああマーカーステム、はい、ちょうど在庫が切れていた、はい、まあ、こんな感じで来るんですね、うん、こういう、パックに分けられたものが、段ボールの中に所狭しと、うん、詰められて、入ってくると。あ、タケさん、あとあのソリッドバックテールラバーの子ね、これも人気商品の一つですね、うん、これも、しっかり入ってきております。今から寒い時期はかなり必須アイテム、うん、そうですね、うん、やっぱソリッドバックの釣りなんていうのも、ね、これから、やる人また時期的にも増えてくるんじゃないかなと思うんで、ソリッドバックテルラ、はい、ぜひお試しください。このマウストラップですね、はい、こんな感じで来てます。これチョドリグ用の、ハリスですね、入ってきたと、はい、いうところです。実はちょっとチョドリグっていうものもですね、これ、まあ、でもだいぶ前に言ったんですけど、近々チョドリグの作り方のですね、ハウツーリグの方を出そうかなと思ってました。でそれに伴ってマウストラップの方がですね、はい、ほとんど在庫がなかったので、まあ、3種類全部補充してきましたと、はい、これがタッチダウンの、あ、20ポンドのブラウン、うん、ブラウンとグリーン、うん、はい、売り切れてる20ポンドのタッチダウンですね、うん、はい、こちらも人気商品なので、はい、まあ、結構やっぱりメインライン道糸の方が20ポンド15ポンドっていうのはやっぱり売れ筋にはなってますよね。で、まあ、まあ今回も20ポンド、割と早めに、はけていくんではないかなと思いますので、まあ、この辺も、道糸巻き替えたいな、もしくは来年のために準備しておこうっていうね、
バリこんな感じで入ってます、ね、こんな感じできますね。であとは、カタパルト、はい、今回しばらく在庫のなかったライトのタイプ、はいはいはい、これが入ってきました、うん、ライトのタイプと、はい、あとは、ヘビーの方ですね、うん、ヘビーもこっちも、入ってきたと、うん、ただちょっとミディアムが入ってこなかったんですけども、このカタパルトのライトは軽い餌を巻きたい時に非常に便利です、うん、例えばパーティクルとか、はい、ペレットとかですね、そういうのを巻く時に、こっちの方がやりやすかったりすると思うので、まあ、そういうのを、対応する方なんかですね、ライトのカタパルトなんていうのも、面白いかもしれません。色分けできんすね、これ、うん、ボディ茶色系ですもんね。そうです、全部ね色が違うんですよ、はい、だからこうパッと見ただけで、はいはい、判別ができるようになってるんで、その辺もだから前方のカタパルトと大きく変わった点で、うんうん、非常に使いやすくなりましたよね、やっぱり。はい、というわけで、今回のコーダー製品の入荷、はい、ちょっと駆け足で、紹介させていただきましたけども、はい、まあこんな感じです、うん、ほとんどがね売り切れてる商品の補充にはなってますけども、はい、まあ中には補充今回できなかったものもありますので、うん、まあちょっと、このマットとかに関してはおそらく次入荷あるとすればしばらく先に、まあ、うん、情勢が落ち着き、本当にそのもう輸送費のね今高騰してますけども、はい、そういうのが落ち着いたりとか、うん、あとそもそものイギリスポンドの為替のレートとかですね、うん、そういうのがやっぱりちょっと今よりも落ち着かないと、うん、まあ実際今回これ入荷してみましたけども、うん、値段設定なんかもなんとかね、当たり前の範囲内で収めるような形は取ろうとは思ってるんですけど、まあ、そもそも現地価格も高いですからね、現地価格もね今のレートで計算するともう2万5000円ぐらいなんですよこのマットは、うん、ですからまあ、それに輸送費っていうところが出てくるわけなんですけど、やっぱりちょっと思ったよりもね、なんでしょう、インパクトがありますけども、うん、その分輸送費もインパクト大と、いうことでしたので、まあ、ちょっとこの辺に関してはねまたしばらく先になっちゃうかもしれません、うん、でスリングに関しては結構今回数入れてるので、はい、そんなにねすぐもう1日2日で売り切れるっていうことはないとは思うんですけども、うんうん、まあ、ちょっとこのマットは次いつになるかわからないので、ちょっと、この動画を見ていいなと思った方は、お早めに購入されることをお勧めしたいと思います。そうですね、はい、ね、なので次コーダーはまた売り切れてるものとかの小物類関係ですね、うん、で本当はバッグ関係とかもねまとめて取りたいっていうのもちょっと考えてたんですけど、ちょっとやっぱり今回のこの送料、うん、見るとちょっと箱物は怖いですね。箱物はちょっとやっぱりまだ微妙かなっていう気も正直します。なるべくこうちょっと送料がかからないような形で次の入荷っていうのは考えたいと思います。はい、はい、今回、目玉商品まずこのマットと、先ほどのスリング、はい、それから、ロングシャンクピークの、うん、そして、グーのバンフィンというようなところを紹介してきましたけど、はい、いやータケさんこれちょっと我々もまた次の釣りが楽しみ、そうですね、ね、うん、そんな感じの入荷になったかと思います。はい、はい、でまあ、この動画が公開されてる頃には、うん、もしかしたらもうコーダ製品のもねオンラインストアにアップされてるかも分かりませんが、はい、はい、まあ実際こんな感じですよっていうのでね、うん、何か参考になればよろしいかなと思います。というわけでじゃあ今回のカープトークは、ちょっと初めてのこれも試み開封の儀というね、そうですね、はい、はい、のをやってみましたけども、皆さんいかがだったでしょうか。はい、また何かこういう機会もあればですね、どんどん動画で取り上げていきたいと思います。はい、はい、それでは、皆さんまた来週のカープトークでお会いしましょう。さよなら。さよなら。